大事な試合は合気ステージで決まると。毎度おなじみ大将なんか親か、なんか親方ギガースが出てきましたね。強い、攻めが強い。えげつない。壁取る、届く、壁コン決めている。ここは1本取りたい、アームさん1本取りたいですね。生ローか、おーおー、あるよあるぞ、あるよあるぞ。アキラさんがないないっつって、スラッシュから逆ワンツー、硬い。さあイカパン。じゃここさんが硬いよ。僕はアルピースね。ワンツースリー。中上打って。さあ下段。おお、クイックが刺さって。いやーえぐい壁コン。まあ、ギガースはスティーブきついっすよね。さあ A チーム対 B チーム最終戦、次は金曜配信でおなじみの方々でジャココさん VS 有楽町クラウディオ、熱い戦いが。まあ僕的にはまあジャココさんに勝ってほしいですかね。もうえげつねえな個人的な気持ちが出てしまった。そうですね、もう B チーム、C チーム、D チームみんなジャココさんを推してるっていう感じですかね。お、無限ステージですね。有楽町クラウディオさんの顔がマジなんだよな、怖え。普通の大会と同じ顔してる普通に怖い今ヒマジンさんなんか調子悪くて、なんだっけ、某プロレスラーのなんかみたいな、よくわかんないかすれた声みたいになってるんですよね。さあ第一ラウンド開けてや、イラがぶっ刺さって半分近く減っている。さあ機嫌が刺さってコンボしっかり、さあダイレクトオブルクス、ロバを置いて、うわあ、ケリアがカウンターヒット、イラで KO。 もうあれですね、僕が喋ることが何もない、僕が喋ることが何もないですね。何を話したりのかわからない。いやもう実際あの実況とか結構むずいんで俺も全然できないし、なんかもう雑談みたいな感じでもいいんじゃないですかね。さあ煽っていく、煽っていく。スラッシュ使ったところにしっかりとノバを入れていく。はいはい、あーケリアが痛い。
うわうわうわ危ない。おーうまい。はいはい、あ、使って。あ、出てきた。ガードしてく。気づいたら体力5分。暴れて、ジャブで暴れて、拾われて。うまいんだよな。ともちゃんさん、ワンバンコです。とりあえずフレーム連呼で。フレーム連呼ちょっとな、僕わかんないんだよな。中断とか下段とか怒ったこと言うだけ、言うだけだけど、実況っぽくなる。まあ確かに、マイクの2人は8円祭の主催者の僕が円です。円次郎です。あ、どうも、88と申します。エン君の最近の恋愛状況でも話さないっすよ。なんで話す必要があるんすか。さあ、ジャココさんが勝利して勝ったのは B チーム。次は C チーム対 D チームで、 C チームが配信筐体でお願いします。で、反対側が D チームの88さんとアシュラさんと2代目88さんと、で、C チームがネロ・エン・ドナルド・マルランプさんで、まあ、あの大統領